ウクライナから砲撃、ロシア西部の子どもら277人がクリミアに避難。ウクライナと国境を接するロシア西部ベロゴロド州で6月5日、277人の子どもらがウクライナからの砲撃にさらされているとして、ロシアが占領するクリミアへ2週間の予定で避難した。引率の地元住民は、状況は緊迫していると述べた。ウクライナと国境を接するロシア西部ベルゴロド州で子ども277人がウクライナからの砲撃にさらされているとしてクリミアへ避難した。子どもらを引率する地域住民、バレリア・ムラフチクさん。子どもらは皆ベルゴロド州出身で、多くがシェベキノ地区出身だ。この地域の状況がいかに緊迫しているかわかるだろう。スタールイ・オスコルやグライボロン地区などから来た子どももいる。5歳から15歳の子どもらはクリミアの施設で2週間過ごした後、両親の元に戻ることになっている。だが全員が生まれ故郷の町や村に戻れるわけではない。ロシアによるウクライナへの侵攻から15ヶ月以上、ベルゴロド州とその周辺ではウクライナによる反撃をロシアのどの地域よりも痛感している。ロシア軍戦車撃破、実際は農業用コンバイン。プリコジン氏が皮肉、偽装を覚えた。6日にロシアが公開した映像、攻撃を受けた車両が爆発しています。ショイグ国防相はドイツが提供したウクライナ軍の戦車レオパルトなどを撃破したと発表しました。世界最強とも言われるレオパルト、その攻撃に成功したということをアピールする狙いのようです。しかしロシア側がレオパルトと主張する車両には大きな車輪のようなものが映っていて、戦車とは形が異なるようにも見えます。この映像についてはロシア国内からも疑問の声が上がっていて、民間軍事会社ワグネルの創設者プリコジン氏は SNS で農業用のコンバインだと指摘、皮肉を述べました。プリコジン氏 SNS から、ロシアの野郎どもは戦車をコンバインに偽装することを覚えたらしい。プリコジン氏は画像も投稿し、映像に映っている2つの車両が実際にはこれらのコンバインだと説明しています。ウクライナ軍の反攻開始でロシア軍は総崩れ、専門家がまさに敗北寸前の軍隊という状況証拠とは。その一方で南部ヘルソン州のドニエプル川にあるカホフカ水力発電所のダムが破壊されたことは反攻作戦に影響を与える可能性があるとも伝えた。ダムの決壊によってウクライナ軍がドニプロ川を渡ってロシア軍の陣地を攻撃することがより困難になる可能性がある。米国に駐在している欧州の大使はダムの下流で計画していた作戦を全て練り直さなければならない可能性があるとの見方を示した。 CNN だけでなく世界各国の主要メディアも反攻作戦を大々的に報じている。担当記者が言う。ウクライナ陸軍のオレクサンドル・シルスキー司令官57は3日、東部の激戦地バフムトでロシア軍が大損失を受けたと発表しました。皮肉なことに、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリコジン氏62もバフムト近郊の一部がウクライナ軍に奪還されたと主張し、裏付けが取れた格好です。プリコジン氏は現地のロシア軍兵士が敗走していると明かし、恥ずべきことだと非難しました。ロシア領攻撃の情報。脱走については、朝日新聞デジタルも4日、ロシア兵40人、ルハンスク州で部隊から脱走か、ウクライナ軍報告との記事を配信している。5日には、米紙ニューヨークタイムズが、ウクライナの反攻が始まった可能性があると報じました。さらに、ウクライナ軍は、国内のロシア軍だけでなく、ロシア領も攻撃しているとの情報も伝えられています。北東部のハルキウ州と国境を接するロシアのベルゴロド州では、ドローンによる攻撃でエネルギー施設に火災が発生し、砲撃で町の建物が損壊したと知事が発表しました。同記者。軍事ジャーナリストは犯行の報道は事実のようですが、注目すべきはロシア空軍の動きでしょうという。ロシア軍がウクライナに侵攻したのは昨年2月24日。その際、ボロディミル・ゼレンスキー大統領45は、NATO 北大西洋条約機構にウクライナ上空に飛行禁止区域を設定してほしいと再三懇願していました。しかし NATO はロシア軍との戦争になると拒否。ゼレンスキー大統領は、 NATO はさらなる空爆を容認した、あなたたちの弱さのせいで人々が死んでいくと強い口調で批判しました。
ところが大統領は現在ロシア空軍の脅威など全く口にしていません。ロシア空軍の弱体化。日テレニュースは6月6日、ウクライナ軍司令官、戦車がバフムト方面への攻撃でロシア軍を断ち切った、前進を続けているとの記事を配信した。シルスキー司令官は5日、自軍がバフムトに向けて前進していると SNS に投稿。その際、戦車がバフムト方面への攻撃でロシア軍を断ち切ったと、ウクライナ軍の戦車が戦果を上げていることを明らかにしたのだ。本来戦車は空軍の支援が不可欠です。丸裸のまま敵軍から対戦車ヘリなどで攻撃されると相当な損害を受けてしまうからです。しかし今のウクライナ空軍に戦車部隊を支援するだけの戦力はないと考えられています。それでも戦車がロシア軍を攻撃しているのなら、ロシア軍の空軍も弱体化しているのでしょう。ゼレンスキー大統領が飛行禁止区域について発言しなくなったこととも符合しますと軍事ジャーナリスト。2022年3月 BBC 日本語電子版は、西側諸国の武器供与は効果を上げているのか、ロシアと戦うウクライナの記事を配信した。 A 王立防衛安全保障研究所 RUSI が BBC の取材に応じ、ウクライナ軍がロシア空軍のジェット機やヘリを撃墜しているため、ロシア軍は航空優勢を確保できていないとの分析を示していた。部品を買い漁るロシア軍、今となってみると正確な分析だったことがわかるが、この際 RUSI は地対空ミサイルのマンパッツが戦果を上げていると指摘していた。マンパッツの正式名称はマンポータブルエアディフェンスシステムで、日本語では携帯式防空ミサイルシステムと訳されます。兵士が肩に担いだまま発射する地対空ミサイルのことで、アメリカの FIM-92 スティンガーやイギリスが開発したスターストリークなどが有名です。ウクライナ軍は NATO 各国から供与されたマンパッツを使い、ロシア空軍に相当なダメージを与えたと分析されています。たとえロシア国内に戦闘機や攻撃機が残っていても、撃墜されるのが怖くて出撃できない可能性も考えられます。同軍事ジャーナリスト。ロシア軍の現状を考える際、軍事ジャーナリストが注目するのは、日本経済新聞電子版が6月5日に配信した、ロシア兵器部品買い戻し、ミャンマーインドから旧型戦車ミサイル改良の目的か日経調査の記事だという。日経新聞がウクライナ侵攻以降の通関データを分析したところ、ロシアが過去に輸出した戦車やミサイルの部品を改めて買い戻していたことが分かったという。深刻な戦車不足、ロシアの軍需産業にとってはミャンマー、スーダン、インドといった国がお得意様です。そうしたお得意様からの戦車の補修部品などを逆輸入していると日経が報じたのです。不良品を買い戻したというのが一応の口実ですが、輸入時に検品しているはずですから理屈が合いません。実際のところは老朽化した戦車の部品を新型戦車の部品と交換し、少しでも性能をアップさせようとロシア軍は必死なのでしょう、と軍事ジャーナリスト。浮き彫りになるのはロシア軍の深刻な戦車不足だ。オランダの軍事サイト ORYX は SNS などに投稿された最前線の写真などからロシア軍の被害をカウントしている。公式サイトによると6月7日現在、ロシア軍の戦車は2011両が破壊、110両が損害を受け、111両が放棄、544両が鹵獲されたことが分かったという。 ORYX は5月の段階でロシア軍の戦車は多ければ3000両が破壊されたか鹵獲された可能性があると分析していました。開戦当初、ロシア軍は実戦で使用可能な T-72 や T-90 といった戦車約2500両を保有していました。その大半がウクライナ軍の攻撃で被害を受けたと考えられており、ロシア軍は骨董品とも言うべき古いタイプの戦車を前線に送っています。1962年に量産が決まった T-62 を倉庫から引っ張り出し、1958年に登場した T-55 も極東の戦車保管庫から鉄道でウクライナ方面に輸送しました、と軍事ジャーナリスト。クーデターの可能性、古い戦車では戦力にならない、そのため T-72 や T-90 の部品をミャンマー、スーダン、インドといった国々からかき集め、 T-62 や T-55 に無理やり装着するつもりなのだ。
要するにロシアは制裁などの影響で新しい戦車を生産することができないのでしょう。これはありていに言って敗戦寸前の軍隊だとしか考えられません。日本も太平洋戦争の末期には工業生産能力が著しく低下しました。ロシア兵が脱走しているとの報道がありましたが、ウクライナ軍の猛攻によってロシア軍が物理的に被害を受けただけでなく、内部から崩壊する可能性も浮かび上がってきたのではないでしょうか。と軍事ジャーナリスト